歴史ミステリーへようこそ。今日はね、いよいよね、地底の世界を見てきた男のパート3になります。最終章ですね。以前からね、パート1とパート2見てきた人はわかると思いますが、あのバード少将は1947年のハイジャンプ作戦において北極から、地底世界に迷い込んでます。でさらに1956年のディープフリーズ作戦では南極からも地底世界に侵入しています。この時は2回に分けて侵入していたっていう記録も伝わってます。で北極と南極の両極から地底世界に侵入してしまったっていう人物っていうのは、古代の伝承を含めてもこのバード少佐ただ一人です。でバード少佐の報告は、地球空洞説を裏付けており、地底世界の入り口は北極と南極にあるという従来の説を実証しているわけです。ハイジャンプ作戦とディープフリーズ作戦を通じて、このバード少佐が見た地底世界っていうのは具体的にどのような世界だったのか、特にね、興味深いポイントをちょっとまとめてます。バード少佐がマンモスを目撃したっていうのは前にお話ししました。さらにバード少将は木陰に隠れるサーベルタイガーも目撃しています。それはアフリカにいるライオンよりも体が大きくて、口には長い牙が生えていました。マンモスもサーベルタイガーも1から2万年前に絶滅したと言われていますが、地底世界では今も生き延びているんでしょうかね。まあ「地底内部への旅」っていう本を書いたマーシャル・B・ガートナーも、内部地球には、絶滅種のマンモスがいると主張しています。ガートナーによるとね、シベリアで発見される氷漬けのマンモスは北極にある内部地球の海溝運地から地上に出てしまったばっかりに凍死したと言っています。ちなみに北極から地底世界に迷い込んだノルウェー人漁師のヤンセン、親子ですねは、マンモスではありませんが、森の中で体長30メートルにもなる巨大な象の集団を目撃しています。でこのヤンセン親子 の地底探検が書かれているスモーキーゴッドは小説とされていますが、地底世界の真実を伝えているのかもしれません。スモーキーゴッドの物語全般と非常によく似た体験をしたというノルウェー人が他にもいたため、スモーキーゴッドは事実を元にした小説だっていう研究家も多数います。まあ、話は戻して、バード少佐はマンモスやサーベルタイガー以外にも驚くべき生き物を見ています。それは巨人です。先ほど述べたスモーキーゴッドにも地底人っていうのが出てくるんですけど、それも約4メートルほどの巨人なんですけれども、地底世界には巨人が実在しているっていう話も前からあるんですよね。これはね、巨人説っていうのはそもそもは旧約聖書とかにも出てるんですよね。で世界各地で実際に巨人の人骨が発見されています。現代ではね、巨人は想像上の生き物とされていますが、実はね、以下のバード少佐が地底で撮影したっていう写真にも載ってまして、これがネットで流出しています。でその時の巨人っていうのがこちらになります。はい、これが拡大したものです。ちょっとね、顔はねいまいち分かりにくいんですけれども、こちらがバード少佐が実際に見て撮影したと言われる巨人の写真です。でバード少佐はディープフリーズ作戦の時、飛行している上空からこの巨人、アルザル人と呼ばれる地底人を目撃しています。アルザル人
は巨人族とは異なって、これちょっとあれですね、文章があれなんですけど、この巨人の他にアルザル人と呼ばれる地底人を目撃していると。でアルザル人は巨人族とは異なり、私たちと同じサイズの人類で、ゆったりとした白い衣服を身にまとい、髪は黒くて容姿はアジア人に似ていましたと。上空を飛行している、バード少佐の飛行機をアルザル人も興味深そうに見上げていたそうです。で地底世界にも海が広がっていて、海辺にはアルザル人たちの家々が立ち並んでいました。で近くには大きな川が流れており、河口付近の海底には人工と思われる巨大な穴が2つ開いていました。蛇行する川の一部は、護岸工事がなされており、川にはいくつもの橋が突き出ていて、バード少佐は船のような乗り物も目撃しています。船は原始的な、丸木船ではなくて、クルーザーやモーターボートのような乗り物であったことから、アルザル人たちが高度な文明を持っていることは明らかでした。でアルザル人たちが高度な文明を持っていると書きましたが、それは私たちの文明を超えていた。なぜならばバード少佐は巨大な葉巻型 UFO も目撃していたからです。それは真っ暗な円筒形をした巨大飛行物体で、バード少佐の飛行機の上空を重なるようにして無音で飛行していました。時折胴体からは青白い炎が噴射され、窓からは強烈な光を放っていた。で、UFO がバード少将の飛行機を監視していることは明らかでしたと。しかし攻撃してくることは一切なく、むしろ、バード少将の地底世界の侵入を手助けしたのは UFO に乗るアルザル人であったと言われています。でネット上にはね、このバード少将の撮影した葉巻型 UFO の写真も載っていました。でそれがこちらです。はい、確かにね、葉巻型ですよね。しかもこれ一機ではないんですね。複数飛んでいたんですね。バード少将が見たっていうアルザル人や UFO はどのように解釈すればよいのか。まあね、いろんな説があるんですけど、ある説によるとね、 UFO っていうのは地球外の星からやってくるのではなくて、内部から飛来しているっていう話もあるんですよ。ではこの地底人たちの正体は何なのかって、彼らはアトランティス人の末裔とも言われています。アトランティス人は高度な文明を持っていましたが、1万2000年前に天変地異が起こり、アトランティス大陸は海中に沈んでしまった。しかし一部の人々はビマーナと呼ばれる UFO に乗って内部地球に避難した。で彼らは地底世界に移り住み、地底国アガルタを築いたのだそうです。でバード少佐が見た地底人とはアトランティス人の末裔であるアルガル人であり、彼らの航空機こそが UFO の正体。まあいろんなね、解釈の仕方があるので、これをねそのまま鵜呑みにするわけにはいきませんけれども、ここでね、バード少佐はこのアルザル人たちと実際に会話したっていう話もあるんですよ。で彼らはその時、人類が核兵器を使用しないように警告したとも言われています。核兵器の使用によって地球環境が汚染されてしまうことっていうのは、地球内部に住む彼らにとっても死活問題。アルザル人たちは地上世界と交渉するためにバード少将を地球内部に招き入れた可能性があると思われています。こうした空想の産物っていう感じで、こうしたもの全部を片付けることは簡単だし、バード少将が撮影した写真も全てが本物だっていう証拠もあるわけではないんですよ。
ないんですけれども、まあ、学校で教わったように地球の内部には核やマントルがぎっしりと詰まっているんであって、地球空洞説を信じている人は一体どれだけいるかってなるとそれも疑問なんですけれども、しかし昔あった天動説から地動説に現在説が覆ったように、近い将来コペルニクス的、まあ、展開によってね、今までの常識があっという間に覆される日が来るかもしれません。その新しい時代の幕開けっていうのは、愚かにも人類が核兵器の使用を踏み切ろうとした時なのかもしれないですね。